マルチメディアホームプラットフォームとは DVB プロジェクトにおいて双方向デジタルテレビのために標準化されたオープンなミドルウェア体系である MHP はインタラクティブな Java ベースのアプリケーションをテレビ受像機上に実装して実行可能にする双方向番組アプリケーションは音声と動画と並行して放送チャンネル上で提供されるアプリケーションには情報サービス、ゲーム、 双方向の投票、電子メール、ショッピングなどがある。いずれにしても、双方向型のアプリケーションには放送チャンネルとは別に応答を返すための経路が必要である。2005年頃の DVBMHP の採用状況としては、イタリア、韓国がある。また、ドイツ、フィンランド、スペイン、オーストリア、オーストラリアで実験的に採用されている。アメリカ合衆国では、 mhp に基づいたアキャップがケーブルテレビ業界によって策定されている。ベルギー最大のケーブルテレビ会社テロネットはディジェバックスと名付けた dvbmhp システムを完成させた。ノルウェーでも dvbmhp の採用が予定されている。日本ではブロードキャストマーカップランゲージが独自に策定、採用されていたが2003年に電波産業界が MHP をベースとしたデータ放送企画、デジタル放送におけるアプリケーション実行環境標準企画を企画策定した。アリブ AE については運用規定が定まっていない。ため、運用はまだ始まっていない。MHP ソフトウェアスタック MHP はデジタル双方向テレビにおける拡張可能なアプリケーション実行環境を定義しており、それを支える。 ベンダー固有のハードウェアやソフトウェアとは独立している。この実行環境は Java 仮想マシンとデジタル双方向テレビが一般に持っているリソースや機能への汎用アクセス API 定義に基づいている。インタラクティブな MHP アプリケーションはこれら API 上で動作する。ユーザーはテレビ本体のソフトウェアであるナビゲーターを通して MHP アプリケーションにアクセスできる。 MHP はグロボリーエクセクタブル MHP 標準の一部である。MHP アプリケーションには2種類ある。一つは DVB HTML アプリケーションである。これはあまり採用されていない部分である。その理由は DVB HTML の仕様が MHP1.1 でのみ示されている点と仕様が複雑すぎて実装が難しいためである。DVB HTML アプリケーションは 一種の HTML ページとして放送時に配信される。その仕様は XHTML1.1 をモジュール化したものに基づき CSS2.0、DOM2.0、ECMA スクリプットが含まれている。なお、日本では BML がこれに相当し、今後も BML が使用される見込みである。DVBJ の方がずっと一般的である。この場合、アプリケーションは、 MHP API を使って Java で書かれ Java クラスファイル群が放送時に配信される DVB Java アプリケーションをザレットとも呼ぶ。これはアプレットと似た概念であり、3がジョビット部仕様の中で使い始めた用語である。アプレットと同様ザレットインターフェースでは外部ソースがアプリケーションの起動停止を制御できる。MHP セットトップボックスは 投票やショッピングといったアプリケーションが外界と通信するための応答経路を用意している。媒体としては電話回線や ADSL 程度のインターネット接続が一般的であり、FTTH を前提とする IP 放送とは異なる。ありがとうございます。